最近ニュースがあった。実はね、私、初めてね、このね、ドラゴン国からね、こうやって来て、こちら日本に来て、VTuber 活動してることがね、初めてね、実はね、以前のね、社畜関係の人にね、実はね、初めてバレました、最近。初バレしたよ。初バレしちゃった。隠してたっていうか、まあ、言わないんですけど、もちろん。いや、その人はね、まあでも、いきなり連絡来て、携帯にね、LINE が入っててね。で、私、LINE なんて普段誰ともしないから。誰かが来てると思ってね、見たら。まさかのね、もうなんていうか、これやってる？これ君だよね？とかじゃなくて、カナタンと一緒に住んでんの？っていうびっくりマークみたいな。初手カナタンで、でもカナタンっていうね、言葉が出てくるはずがない人が相手だったから、えぇ？って思って。もうね、脇汗ビシャーって出て。びっくりしたよ。いや、平民じゃなかった。交渉海賊一味だった。マリン推しですって言われた。いや、でもね、ほんとね、その人は、会社でも、同期でね。同期と言っても同じ時に入っただけであって、私はね、年下、私の方が年上で。ね。ドラゴン的年上で。まあ、ドラゴン国労働はね、なかなか厳しいとこでしたけど、一緒にね、汗を流した仲間であり。全然ね、でも、すごく、なんていうか、そこの人、いい人で、全然誰にも言ってないから安心してよって言ってくれて。よかったーって。